んこんにちは。Be Legend管理用紙の布目です。今日は身体組成の測定方法についてお話ししたいと思います。アスリートにとって自分の身体組成を知ることというのはとても重要になります。なぜかと言いますと、身体的競技特性の評価であったり、トレーニングとパフォーマンスの評価、あとは発育と評価のモニタリング、体重別カテゴリーのある競技における試合に適した体重の特定、食事と運動バランスのモニタリングをするなどのために、身体組成を知っておくというのは重要になってくるかと思います。身体組成の計測の方法なんですけれども、私たちが一番身近で簡単にできる測定方法として挙げられるのが、生体電気インピーダンス法というものがあります。生体電気インピーダンス法というのはですね、体内の水分は主に女子房組織、脂肪以外のところですね、の組織の中に存在しているというふうに仮定した上で、微弱な電流を体に流して、その時に算出される電導率と抵抗率からインピーダンス値、インピーダンス値というのは電圧と電流の比になるんですけれども、これを算出して、身長を指標に身体サイズを考慮して体内の水分量を推定することで女子房量を推定する方法になります。私たちがまあよく使っているかと思うんですけれども、体重計の上に乗るだけでよかったりですとか、こういった持って測るものとかがあるかと思います。これらはですね、簡単に手軽に計測することができるんですけれども、ただ実はちょっと正確性というか、そういったものが少し欠けるところがありますので、その注意点というかお話ししたいかと思います。実際にその、体重計に乗ってで微弱な電流を流して測った時に出てくる数字なんですけれども、それでインピーダンス値というのを出して、それにですね、既存の推定式というのがありまして、それに当てはめて計算をして女子房体重とかが出てくるんですけれども、その当てはめる推定値なんですけれども、これがですね公開されていなくてですね、結構そのメーカーさん機械によってですね、その推定値というのがちょっと変わってきてしまいます。その推定値を入れる時のもう元になったデータというのが、アスリートでない一般の方ですねが対象である場合がほとんどで、ちょっとアスリートを対象としてその推定値が組まれているものというのが少ないというところがあるので、出てくる数字というのが正確ではないところというのはあります。メーカーによってもですね、その数値というのが変わってくるというところがあるので、一概にそれで出た数字が本当の自分の正しい女子房体重量にイコールかというと、実はそうではないところがあります。ただですね、目安として知っておくのはいいと思いますし、自分の変化というのは見続けることができますので、その同じ機械で測り続ける限りは、そういった使い方をしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。生体電気インピーダンス法なんですけれども、体の中で水分量によって変化してきますので、測定する時の注意点があります。汗をかいている状態ですとか、運動してすぐ測ったりすると、汗の、量とかで水分量の変化によって正確に出づらかったりします。良いとされているのは、運動してから8時間以上空けた方がいいというふうに言われていますし、汗ばんだ状態とかお風呂上がりとかサウナ上がりというのもあまり測定するのには適してないタイミングとなります。朝起きて少し30分ぐらい時間が経ってで、排尿後ですね、測るのがより正確なんじゃないかなというふうに思いますので、そのタイミングでいつも取るようにしていっていただくと、自分の体の変化というのが継続的に見れるようになるかと思いますので、ぜひそういった使い方をしていただければと思います。それではですね、今日は身体組成の測定方法、生体電気インピーダンス法についてのお話をさせていただきました。次回はですね、女子房体重量ですね、こういったものを使ってで、実際に運動した時にどれだけのエネルギーを消費しているのかという計算方法についてお話ししたいと思います。ぜひ次回もご覧いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。